はい、ギソンリファイナリーに来てますね。はい、NSRP ですね。はい、もうこんな感じで完成間近なんですけども、ちょっとまだ今石油を作る最終段階で、ちょっとまだ検査が下りないという状況でね、足踏み状態ですけど、形はもうこんな感じ。はい、私が来た3年前になるのは学生の管内ですけど、300ヘクタールのこの敷地にもうここまで作り上げてます。ただなかなか、まだ、世界銀行さんもね、お金の融資返済がもう去年の2017年の10月に第1回目の支払いをしなければいけないんですけど、なかなかまだちょっと完成してないんでね、払えてない状態、非常に今苦しい状況ですけども、はい、国家プロジェクトとして、はい、ベトナムが肝入れでやってる、そこに出光興産さんはじめね、ペトロベトナム、クウェートの石油公社、三井化学さん、はい、この辺りがお金を出し合って今ここの完成に向けて進めていってます。そういうところですね。はい、出来上がるとね、まだ周りはこの向かい側とかは全然殺風景な岩山が続くんですけど、ところどころでなんかね、工事というか倉庫というか、はい、立ち始めてる。はい、このまっすぐこの道先行くと、丸紅さんのね、火力発電1、あと2番目も始まる状態で、はい、もちろん20年ぐらい前からリソンセメントさん、太平洋セメントさんもここで創業してます。はい、だいぶね、建物が建ち始めてきてて、道もすごく綺麗になってますね。はい、これがベトナムの自国で生成する石油ね、ここで、自給率が 100% になる日産20万バレルここで作るっていうのが、はい、その場所ですね。はい、